さん、早速ですが、簡単に自己紹介をお願いしてもよろしいですか。私は、1962年の寅年。寅年、はい、まあ、年齢を計算してもらえる。シャマールです、はい、親からいただいた名前はありますけども、2018年暮れかな、の当時に、まあ、知り合い の、あの方からシャマールという名前、宇宙名という名前、要するに本当の自分の、まあ、あのいただいた、ね、本名っていうのはその、まあ、両親なり学校なりいろんな、そのなんていうのかな、まあ、規制の中で、まあ、制限とか制約を、あの追いながら、生きてきた名前で、まあ、社会的には常識人みたいな名前と思ってて、まあ、そういう中で流れの中であったんだけども、あの本当の自分という名前で生きていこうよっていう、まあ、魂というかね、まあ、そういうことをあの発案してる、それを宇宙名と呼ぶっていうことでやってる人から授かったな、へー、まあ、音で下ろしてくれるみたいな感じで、最初はシャッシャッシャッって言ってんだよねっつって、ちょっと待ってねっつって、で、おいシャマールさんっているかねっつって、あ、いないんだ、決まりみたいな、シャマールだよっつって、わかりましたっつって、あ、そういう流れやったんですね。まあ本当はお昼から、その方はね、あの兵庫の山奥に住んでんだけど、神戸の芦屋 の、あのマダムが、もうメルセデスかなんかに乗ってくるんだっていつも、そのマダムがその日に宇宙名を授かりたいという話のストーリーの中で、ちょうど100人目にしたかったの、そのマダムを、で今日そのマダムにつけたら99人目だから、ちょっとさ午前中、名前つけちゃおうかって言われて、僕は99番目のそうなんですね、はい、100番目はマダムマダムの代、そっか、じゃあマダムのためにマダムにね、よいしょするためによかったですね、マダムちょうど100人目ですよって言いたかったみたいな、そうなんですね、そっかそっか、そんな話で、じゃあある意味記念すべきは99人目の99人目、まあ、ただまあそれ以前に、まあ、2011年の震災から、まあ、比較的僕はフリーに生きてきたので、まあ、本当の自分っていうのを一度は体験してて、その流れの中で動いてたから、まあ、その方からはいや、いらないよねってずっと言われてたから、言わない、いらない、もうそのままでいいよって言われてたから、それなのにそういう出汁に疲れちゃったまあでも授かった名前で始めていくと、まあ、いろんな出会いとか、今までにない自分っていうものがやっぱり現れてきたっていうのはもう事実だから、へー、こうしてね、取材を受ける、まあ、きっかけにもなったんだと。流れとしてね、へえ、あ、そうなんですね、今何をしている人なのか、そのなんか自分肩書きみたいなのってあったりするんですか。肩書きは、はい、まあ名刺一応持ってるんだけど、何だったっけな名刺旅する創作家、シャマール、一応創作したい、何物を作っていきたい、でその関係の中で、例えばこういうあの、まあ、自分の手作り の、あのシェルっていうか、あの空間を、やっぱ創造物、であとはあの、まあ、今北九州市に、まあ、いるんだけども、そこにいる時は、まあ、キッチンカーと言われてるもの、手作りのもの、それを鉄板で、乗せて、そこでは今一番多いのは焼きそばを焼いてるんだけど、まあ、料理をまあ、お客様にサーブすることも、創作っていう、料理を作ることも創作っていうことになるなとか思ってて、確かに、まあ、旅をしながらそういう、屋台という形でやっぱりやってるので、まあ、それも創作かな、あとは、まあ、まあまだベースメント本当に自分がどこに住みたいのかっていうのを今模索してる最中だけども、そうなった時に例えば自分の住まい、まあ、本当にタイニーなものでもいいので、居心地のいい空間を自分で作る、自分の住まいを自分で作るっていうことも創作で、
そのもしダンダンバタイルとか裏山があればそこをガーデニングをして食べれる庭で、その奥に食べれる森で、持続可能なやり方で食べれるっていうものを作るっていうのも、作るんじゃなくて与えられるのかもしれないけど、そういうことをやらせていただくことも創作なので、まあ暮らしの空間っていうか、まあ、生きていく空間を自分で、まあ、デザインしていくっていうことが、まあ、一番今やりたいことなので、うん、それは空、まあ、デザインっていうか、まあ、創作家になるのかなっていう勝手な、うん、で本来は人はそれぞれ自分の創作活動をする存在だ、地球上でね、うん、でナルの場合はこういう取材をしたいっていうのが心のね、うん、叫びでやってるとか、うん、まあ、あると思うんだけど、俺はたまたまそうやって創作家になりたい、ものづくりをしてみたい、丁寧な仕事をしてみたい、うんうんうん、まあ、ミュージシャンの方もいるし、自分も少しはちょっと弾いたりとかする時もあるんだけど、うんうんうん、まあまあ、芸というその何ミュージシャンっていうのは芸能人っていうことでやりたい人もいると思うし、うん、まあ、みんな創作家なんだろうなと思ってて、うんうんうん、まあ、僕の場合はそうやって暮らしていくこと、手作りのもの、ハンドメイドのもの、自分 で作ったものは自分で修繕もできるし、もっともっといい空間に自分の感性で改良していく、日々そうやっていく、そういう暮らしをしてみたいっていうのが今一番、まあ旅もね大切なエッセンスいただくものなので、まあ、いろんな意味合いで自分の今を確認できる時間なので旅も大切だと思うんだけど、まあ、創作をしていきたい。で、できるならば、まあ、そのパートナーは居心地のいい空間、まあ、共有する空間を作り上げていく。今彼女のテイストはハワイアンっていうか、そういうものが好きなので、まあ、自分も好きだから、まあ、そういうものを創作していって、で、まあ、まあできたら楽しいかなという。なるほどなるほど。実際に今まで作ったものってどんなものがあったりするんですか？もう本当に何だろうね、まあ、キャンピングカー、既製のキャンピングカーを持ってたんだけど、うんうん、それの上に太陽光パネルを置いたり、まあ、それを、まあ作っていただいたんだけど、まあ、僕は手伝いしたぐらいだけど、天ぷら油で走れるように改造して、うん、でそういうちょっとデコレーションいろいろしたりとか、まあ、それも一つの表現だと思って、それで日本を3年間ぐらい天ぷら油だけで、多分これギネスだと思うんだけど、3年間ガソリンスタンドに一度も入らずに、軽油を給油せずに天ぷら油だけで走りました。まあそういうことを、まあもう創作、旅することも創作かなって今は思うね。なるほどな、うん、まあそんなこと、あとそれが、まあ、エンジントラブルというよりもやっぱり出力が落ちてきたので、登る力がやっぱりなくなってきたから、うん、まあ北九州に戻って、うん、まあ、置かせていただく場所が山の中腹に、うん、まあ本当に僕の恩人なんだけど、うん、そこに今停泊させていただいて、ただ置いておくとかわいそうなので、ちょっと雨露を忍ばしてほしいっつって言ったらいいよって言われたんで、うん、高さ6メートルのピラミッドを作って、うん、あ、僕一人で作って、うんうん、まあ、ビニールハウスなんだけどね、うんうん、まあ、本当にちゃんとピラミッドのクフの寸法に合わせて作ったんで、そのミニチュア版なんだけど、一辺11メーターかな、うん、で高さ6メートル、結構でっかいですね。うん、まあまあね、うん、まあ、そんなものを、それもやっぱりそこは自然に即して生きようと思ったフィールドで、まあ、その中にはコンポストトイレとか、まあ、太陽光パネルも作って、まあ電気の自給で、水は薄いタンク、うまくそのピラミッドに流れてくる水をうまくその集めて、100リットルぐらいのやつを400リットルぐらいやって、それで中にはフルーツトマトとかいろいろバジルとかハーブ系のものを、そのまあ温室だからね、うんうん、それ水やりするための水としても使ったり、シャワーにしたりとかいう水を自給してたり、あとはもう本当にペットボトルに入れて、あったかいところに置いてるとそれで本当にシャワーになるから、うん、そんな感じのことで、まあ
食べるものはできるだけ質素に、ただ玄米は、まあ、それもちょっと授かったものが多かったので、玄米とその辺で作ったその、まあ、野草っていうとあれだけど、まあ、あのいただくものが多かったので、自然農的なものを、まあ、食べる。あと味噌とか醤油はすごくそこにはこだわりがあったので、それはあの自分が本当にお金がなくてもそれだけはちょっとなんとか調達をしたい、そんな生活をそのピラミッドではちょっとしていた。1年くらいかな。すごい。そのピラミッドを作ったりっていうのはなんかすごい知識がいりそうですけど、もともとそういうのはやられてたんですか、物を作る、創造、建築。全くやってない。この番も全く、うん、もう本当に、いや実はこれ信じられないと思うんだけど、うん、夢で教わった、うん、ピラミッドの場合は、うん、完全に夢で教わって、うん、まあいろんな工法があると思うんだけど、うん、自分は本当にすごくシンプルに、うん、竹と紐、うんうん、であと外側のビニールは、まあ、あの大きいものを一枚もので作りたかったので、うん、ちょっと特注のもの、厚みも厚いやつを、うん、日本で作れる一番厚い厚みのビニールで作った。そうなんですね。だから夢の中で、毎晩見る、もう車が止まる前、調子悪くなった頃から、うん、毎晩なんかピラミッド、 しかも嫌われ者と言われてる竹で、全国どこにでもある比較的入手しやすい、そのまあ毎年ボンボン生えちゃうから、でそれを処理するのが大変で、逆に言うとその時いろんな田舎にこう、まあ、点在している友達ところを巡り歩いてもいたので、うんうん、いろんなところでその竹なんとかしたいみたいなことは聞いてたんで、だったら移住したり、もしくはあの自分の田畑の近くに簡易的なその居場所、急に雨が降ってもあれだから農機具を入れるようなそういう小屋みたいなものを竹で作ればいいんだねと思ってたんで、そういうところもあったのかもしれないけど、とにかく竹でなんか夜な夢でイメージ でリアリティでもう本当にカラーで出てきて、で竹の長い辺とそれを支える、もう3本でこう支えるみたいなようなことをロープワークで、あの、まあ、穴はね電動ドリルで開けるんだけど、ロープワークでやっていうような感じ、持ち上げると2本が立っていく、でちょうど持ち上げたらちょうど立つみたいな、本当にできるねっていうのが、うん、夢はできたみたいな、夢のことができたみたいな。すごっ。そうですね。ただ重力があるので結構重かった。そうですよね、竹ね、11メーターとかやとね。そう、まあ11メーターじゃない、繋いでだから、繋いで11メーターか、さすがに。そう、うん、だから5メーター50とか、うん、6メーターぐらいのやつをうまくジョイントしてた感じ。でも2本、そんでも相当なね、うん、うんうん、だからそんなことを、まあ知識じゃないからね、なかインターネットで同じものを作ってる、それを再現したわけじゃなくて、自分の夢をそのまま信じて、うん、でそこに至るまではその本当にその3年間なり放浪でもないんだけど、うん、その自分が今日朝例えばお茶を沸かしながら、お湯を沸かしながら、今日何やろうかなって心に浮かんだことをそのまま実行するっていうことをやってたので、目標とか目的を持たないことを目標にしたので、今日の自分をそのまま、思いをそのまま自分にとって一番大切なこととして受け止めてやろうっていう、それをずっと連続してやってたのよ3年間。うん、うん、そうするとその夢とかなんか現実とかがちょっとこうなんか分かんなくなるようなところもあったりしてたから、夢本当に作るものとしてはそのピラミッドが大きなものでは一番初めてというか、うん、あやっぱりこれはできるって分かったっていうのが、自分の中にあるっていうことなのかな、うん、思いというか、うん、それを具現化するっていうのは可能なんだっていう、だからこのものも夢に出てきたの、モバイルハウス座ってる夢というか作ってる夢というか、うん、断片的にで、あって思って、これの10分の1のミニチュアをなる見たことあるないか、あります、うん、あれを10分の1をまず作って、うん、
要するに3次元でちゃんと作ると、あの自分の意思でできたものは絶対できる、うん、っていうことで夢はあのそうやって具現化できるっていうふうに今思ってて、うん、だからそのまあある場所でアースバックっていう工法でね、うん、まあ、それは、まあ、多分地球上で一番強いって建築物というかなんていうか人工物では強いんじゃなかろうかって言われてるものがあって、まあ、要するにシェルターだよね。でこのぐらいの、テープ状の、土のうだよね、土のうのテープになってるやつと思えばいいんだけど、それに、まあ、土を粘土というか入れてトグロを巻いていくみたいな感じ。ただまあ一枚一枚こう段差で、でまあドアの高さまでは水平に上げていって、それからこうドームみたいに内側ちょっとずつ小さくしていって、最後に光を入れるようなガラスを入れるみたいな感じのものなんだけど、それは耐震強度が鉄筋コンクリートの5倍あるっていう、うんうん、それも技術で、うん、で主にまあ、中東の戦争とかの時に現場で土のうでねシェルターを作ってたらしい、はあ、だから現場にある、まあ、砂とその土のう袋、うん、そういうもので、あと何土のうがあのずれないように有刺鉄線、やっぱり戦争の時使うじゃない、うんうん、有刺鉄線を間にかませて、うん、あと鉄筋を打ってずれを防止するみたいな。だから本当に材料としてはあのすごい安いチープなものなんだけど、強度はすごくっていう、へーっていう建物が、ね、うん、あるんですね。アースバック、まあ、要するに土、土のうん、でその土のうをきれいに剥いで、そうすると土が、まあ、粘土がもう硬化していくから、うん、それを表面をどういうふうにデザインしていくのか、うん、例えば木で、うん、内装は木質で作ってもいいじゃない、うん、そういう構造物もあるから、うんうん、で外側はその土を固めていって漆喰を塗って、漆喰に色をつければね、いろんなカラフルな道具ができるっていう、それも自分の想像でできる、うんうん、もしかしたらじゃあ近々そのアースバックの夢も見るかもしれないですね。うん、もうちょっと見てたから。あ、そうなんですね、うん、やっぱりその、うん、まあ、近いうちにそういう暮らしにシフトしていくとは僕の中では、ね、なるほど、うんうん、さっき旅っていう話が出てきたんですけども、その旅をやるきっかけみたいなのあったんですか？まあ311ですね、東日本大震災の時に僕はたまたま神奈川県の田舎の三浦半島の葉山町っていうところに在住してて、まあ、その時に震災をにやっぱり津波が来る恐れがある海側のところに住んでたので、まあ、そこが一番大きいですよ。でそれまでにやってたことを、まあ、手放さないと旅は始められなかったの でたまたまもう、まあ、九州が実家だったから一回セダン普通の車でこう帰ってきたんだけど、やっぱり、大変なんだよね。寝たり、まあ、家財のところも入れてたから。で周りを見るとアンボックスの車とかあって、あ、次ああいうのになもし車を買い替えるんだったらああいうのに欲しいなと思って九州に帰って、でなんかやっぱりこう時間があったら検索して、そうすると大阪で中古車なんだけど、うん、キャンピングカーがあったの。で今日入荷しました、そのお尻を見た時に、うん、あ、これだと思ってすぐ電話して、うん、それくださいみたいな。で行って、で午前中になんとか駆けつけて行って、そしたら5、6人いたのかな、なんか見てる人が。なんか結構ね、震災の後キャンピングカーが人気に出たんだよね、移動手段、空間として。で僕これくださいって言って、で、すごい、それ、うん、でそれを手に入れて、僕は授業は6月に廃業っていうか、まあ、やめて、で7月に1回釜石っていう、うん、被災してちょっと大変なところに行って、うん、まあ体感したかったっていうか、うん、そこの空気を吸いたかったというか。でその時たまたまパーマカルチャーっていう方法でいろいろガーデニングやってるみんなと
知り合いがいたので、まあ、一緒に行こうよっていう話になって、 1,2 週間かなそこで滞在して、僕は何がやったかというと、被災地なのに被災していないあのレストランがあった。でそこのオーナーの方がものすごく毎日200食ぐらいお弁当を作って無償であの配ってたの。でそのおばあちゃんなんだけど、おばあちゃんの望みは何ですかって聞いたら、ハーブガーデンと石窯の、それでピザを焼く石窯が欲しいということを夢として語ったんだって。でその知り合いが、どう行かないみたいな、ああじゃあ行こうよっつって行って石窯を作る、ハーブガーデンを作るっていう。僕は2週間しかいなかったから、石窯のベースとかを一緒になって作ったり、ハーブガーデン の基礎となるようなデザインをやったりとかして、で戻ってきたんだけど、そういうことをやりながら、で9月にでそこで天ぷら油で走れる人たちが結構、トラックの人たちが来てて、でそういうノウハウを教えていただいて、自分一人ではできないので、そのもう、まあ、プロというかね、もう実践してる人が立ち寄ってくれて、で2人で1泊2日で、そのキャンピングカーの天ぷら油に改造したの、でそれで旅を始めたっていう。だから隣とか隣人の人が、まあ普通のキャンピングカーだったらつまんないからっていう話を散々されてて、あこれだって天ぷら油を、なんとか入手しないと旅は続けられないっていう、そのなんていうのかな、ちょっと、そういうものを作ったらどうだろうっつって相談したら、まあそれいいよそれいいよそれは多分出会いとか、いろんな困難なトラブルに絶対向き合う必要があるから、そういうのは大切だよって、でその彼はもうバックパッカーで、もう若い頃からずっとやってたから、もうそういう旅っていうのはそういう風なことが大切なんだっていう風にもう染みついてる人だったんで、まあ、僕はもう甘々で何も知らずに40何歳まで生きてきたから、震災まで、まあ、そういうものなんだって。ただまあね、全然知らない世界だから、分かったっつって、でそれで、まあ、多分2週間ぐらいで飽きちゃうんだろうって僕は本当は実は思ったの、でも3年続いたっていうのは、逆になんか不思議で、3年間ひたすら自分の思いついた やりたいことっていうのをやり続けたんですね。やり続けた、もう今日一日、その、まあ、そういうね、あの椅子に座って日向でツリーハウスの本読むとか、もうそれ飽きるまで 見続けるみたいな、あそれしようと、3日間ぐらいそうだったりとか、それはもう伊豆半島の南伊豆ってなんか綺麗なとこがあって、すごいその普通だったらすごい人がいるんだけど、シーズンオフだったのかな、自分一人しかいない、あの本当にそこに車で行って、なんかすごい綺麗な海を見ながら、草原のところに椅子をポンと置いて海を見ながら風を感じたの、まあいいな今日って感じです。そんなことを、まあそれが本当にしたいんだったらそれをやろうよ、で散々それをやったら次山に入りたいとか、なんか滝見たいとか、やっぱり浮かんでくるから、多分自然とつながりたかったんだと思うんだけど、もう思う存分自分が満足するまでやるっていうことができるじゃない。まあね、なるも今思う存分やってるけど、それをちょっと前にそういうことで自分も体感してきて、その震災がきっかけでっていうことで、さっきその事業を引き払って釜石の方に行った、キャンピングカーを買ったって言ってたじゃないですか、その事業っていうのは旅をする前は何をなさってたんですか？まあもうそうね、あの直前までは、あの外資系の損害保険の代理店業をやってた、結構シビアな業界でもあるんだけど、まあ生命保険のようにもう取り続けるために動くということでもなく、まあ大体お客様年契約で更新していくので、あの真面目に地道にやってればすごくいい仕事で、あのその時たまたま法人というか、まあ、横浜市内を中心に建設業のお客さん
の、 そのリスクコンサルティング、まあ建設業って結構危ない仕事じゃない、うん、まあ、物が落ちてきたりとか、うん、人がね場合によっては落ちてきたりとか、うん、まあ、場合によっては掘削してて NTT の光ケーブルを切っちゃったとか、うん、まあそういうことってやっぱり裏腹なんで、それはまあ億単位でやっぱお金が必要なんで、で大体、まあ、まあ今のね中小企業の皆さんってそんな内部留保とは持ってないから、一発やったら会社が終わっちゃうのよね。で、まあ、そういう賠償のためにお金貸してくださいって銀行に行っても一切貸さないから、うん、だから、もう必要な、まあ、ものっていうのは分かってたんで、うん、まあ、そういうことで、まあ、で、まあ、僕自身もその生涯続けられるものだと思ってて、うん、で、まあ、日本の明るい未来かなっつったら、逆にリーマンの時に、うん、あ、それはあれだけど、そのなんていうのかな、その年金とか、その自分で何かその国に頼るんじゃなくって、自分で何かちゃんとベースを持ってて、年金がもし僕らの、ね、年代ではもう支給されないかもしれないってもうずっと言われてたから、あ、だったらもう自分で生涯続けられるもの、普通のサラリーマン会社勤めると定年とかあって終わるじゃない、じゃなくてずっと続けられて、例えば自分の子供たちに事業を継承できるっていうのができるので、あ、これはいいなと思って、ただその時にまあ入る時にはね結構シビアな話を、その自分の学生時代のゼミの同期がその会社のまあ、本部の企画とかにいてて、相談したら今ね100人のうち3人ぐらいかなみたいな、うまくいくのはっていうふうな、で僕はずっと学生卒業してずっと何年かな十何年を電子部品業界にいたの、コネクターっていうこういう金属接続する部品の製造メーカーの営業とか開発営業をやってたから、営業しかやったことなかったので、まあ営業的なことで、しかも生涯つながるって言ったら、もう選択肢はもうそのぐらいしかなくてね、で損害保険の代理店業、まあうまく独立できたので、まあ全然問題なかったんだけどね、ただ、うん、お客さんがたくさんいらっしゃるんで、うん、半年先までのスケジュールがその更新の1年更新だから、でいろいろ種目、例えば火災保険とか事業賠償責任保険とか労働災害の補填する保険とか、当然自動車とか従業員さんのいろんな医療保険とか社長の生命保険みたいなこととか、もう一つの会社でいくつもあるからさ、でそれを管理していってうまくやっていくとなると結構大変なんだね。まあまあそれでよかったんだけど、半年先までアップアップになってきたらなんとなくもう嫌だなってずっと思ってて、でリーマンショックっていうのが2008年ぐらいかな、その時にパーンって打たれて、で僕は全然那須高原の、まあ、知り合いのお医者さんがいたんで、那須高原の別荘がちょっと被災しちゃったんだよね、震災地震で、その時にちょっと困ったぐらいで、ごめんごめん、それは震災の時だね、うん、リーマンの時は、うん、僕の親会社が、うん、リーマンの生みの親だったからリーマンっていうかショックの生みの親、要するに AIG グループっていうのは、うん、世界の金融のコングロマリットだから、戦争仕掛けで保証をもらうみたいな、なんかもうまあ、あんまりこんなこと言ったらねちょっと悪どいんだよね、うんうん、はっきり言うと、うん、その世界のそのが起こしたリーマンショックで、自分は大丈夫だったんだけど、まあ同僚なりいろんな話を聞くと解約になったとか、まあもしくはそのリーマンショック治りで企業経営が窮地になって保険料払えないっていう事態が結構あったみたいな、そうすると僕らのコミッションっていうのは、例えば今月まあ金額言うとあれだけど、まあ例えば100万円保険料入りましたと、そしたら25万円ぐらいもらえるのよ、うんうん、
でも入らなかったらもらえないわけ、うん、で100万円入りました25万円、うん、50万円に減りましたそしたら半分になるっていう世界なので、例えば1000万円ありました250万円がある日突然なくなるってことなんだよね。でまあそんな風なことをハッと気づいたっていうか、あこれ地に足ついてないじゃんみたいな。だからまあ食べることっていうことにちょっとその片足を抜いてね、そういうことをやってる人たちと全然知り合いなかったから、そういう人たちとちょっとあの近くなりたかったっていうことで、あの葉山町の方に引っ越したの。っていうかまあ逗子葉山っていうかあの辺り、うん、であの結局は今の